今度は別のところからですね、横からちょっとさっきは上から出したけれども、横から元の隅稲荷神社をこう見てみますね。うん、これはなかなかいいですよ、景色ね。まあ本当にあのコンパクトなんですよね、コンパクトにできてる、まあ、神社なんですけど、あの見る場所だよね、見る場所によってねよく見えたい、そんなでもないなというふうに見えたりしますね。まあこんな感じですね、この辺りがちょっといいですよね。ここからこういう感じがいいですね。じゃああとはもう元の隅稲荷神社、まあこんなもんかな、動画じゃあこれで、ここはじゃあこれでおしまいにします。元の隅稲荷神社おしまいです。